当該の短編小説である。1916年1月、中央公論に発表された。江戸時代の随筆集、沖縄の中の、留人の話、皇帝沖縄第12書集をもとにして書かれた。財産の多少と欲望の関係、及び安楽死の是非をテーマとしている。京都の罪人を遠投に送るために高瀬川を下る、船に、 弟を殺したキスケという男が乗せられた。ご創役の同心である羽田昌衛は、キスケがいかにも晴れやかな顔をしていることを不審に思い、訳を尋ねる。王外は同時に自作解説、高瀬船演技を発表しており、これによって長らくテーマは、遅速か、安楽死か、それとも両方かで議論されてきた。同様の混乱は、参照台部と自作解説、 歴史そのままと歴史離れとの間にも生じていた。しかし、参照大部には、工場法批判が潜められているという指摘から、王外の自作解説は検閲へのめまいましであろうとの見解も生まれた。すなわち、妻を良い身の白の商人の家から迎えたという、設定は、ソロ版の桁を変えれば、日英同盟の空輸であり、地足のテーマは、 大二21カ条要求への批判として浮上してくる。こうして、高瀬船は今、歴史に借景した、明治の現代小説としての再評価へと向かいつつある。カリーが制作する朗読演劇シリーズで、森鴎外の別作品、参照大部と合わせた内容で舞台化された。村田み伊勢大樹、藤原すけ松本雄一、椎名太蔵、水石あとむ、服部ト 松田洋治、天宮良、ありがとうございます。